幸せに生きると書いて後世です。はい、今日なんですけれどもアリゴを作っていきたいと思います。ちょっと前にジャガアリゴってじゃがりこを使ってじゃがりことチーズでアリゴっぽく仕上げるっていうものがあったと思うんですけど、一時期流行ったと思うんですけれども、本物のアリゴを知りたいなっていう人もいると思うので、フランスの郷土料理なんですけれども、じゃがいもとチーズを使ってですね、本当のアリゴを作っていきたいと思います。はい、それでは作ってみましょう。こちらトムフレッシュというチーズなんですけれども、なかなか手に入りにくいので、代用でモッツァレラチーズ、グリュイエールチーズ、ピザ用チーズでも可能です。まずはじゃがいもについた泥を亀のこたわしで洗っていきます。くぼみの部分が取りにくいので気をつけてください。じゃがいもは皮付きのまま水からゆっくり茹でることによって糖の量が増えていい状態になります。チーズは溶けやすいようにできるだけ細かくカットしてあげてください。具材は今回はソーセージとバゲットを使いますが、お好みで構いません。じゃがいもの茹で時間は串で刺してスムーズに取ったら OK です。じゃがいもの皮を剥きましたら、口当たりを滑らかにするためにこし器などでしっかりじゃがいもをこしていきます。じゃがいもをこしましたら、調味料を入れて火にかけていきます。チーズを入れるときは 2,3 回に分けて入れることによって溶けやすくなります。チーズを全部入れましたら、しっかり溶けるまで火にかけながら練ってあげてください。
それではアリゴいかがだったでしょうか。ジャガイモとチーズだったんでちょっと思った以上に腹いっぱいになりました。どちらかといえばアリゴは僕の中でメインで出るというよりもお肉の付け合わせガロニ的な存在で横にちょっと添えてあるっていうような、僕はまあイメージというかそっちの方がなんか強いですね。でメインで食べるんでしたら、もっとチーズの量を増やしたりとか、ガロニだったらチーズの量をもうちょっと抑えめにしたりとかで調整したりしてみてください。メインでもサブでもいける料理ですので覚えておくと便利かと思われます。はい、それではだいぶ暑くなってきましたので、お体には十分お気をつけください。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。